のれん展は21日から始まっています。会場のヒノキ草木染色ギャラリーにはおよそ70点ののれんやタペストリーが並んでいます。今回の作品展はモノトーン、ブルー、グリーンの3つの色合いをテーマにしています。のれんは自然由来の草木染めのものと化学染料を使ったものの2種類があります。日差しの強い場所にのれんをかけるときには化学染料で染めたものの方が色落ちしにくく長く楽しむことができます。使う人の生活に思いを馳せて一枚一枚ののれんが作られています。さらに絞って染めることで現れる模様やぼかしはのれんとしての実用性に合わせ手仕事が生み出す美しさを兼ね備えています。ヒノキ草木染色ギャラリーののれん展は7月10日まで行われます。期間中の7月3日にはワークショップも開かれることになっていて自分だけののれんを染めることもできます。